今日はね、皆様に重大なお知らせがございます。何でございましょう。はぁ、地上波ベイコムでやらせていただきましたハイパーダッシュ基地なんですけども、怖いこと怖いこと言うんじゃないでしょうね。この度ですね、7月をもって、はぁ、まさか、え、嘘でしょ、まあまあ、まさかの放送3年目に突入ということで、3年目、いや、2年経った、やってまいりましたね。2年経ったんですね。丸2年そう経ったわけですよ、これ。そうです、怖いですよ。いや、恐ろしいですね。怖いです。いくつになった時が。もう私、今年40ですよ。40。え、ほんまに？ドキドキやめてない。その空気なんやねん、やめろや。まあ、その2年間の間にね、まあ、各自いろんな思い出があると思いますんで、まあ、今日はね、ちょっとその2年間の思い出を振り返ろうという回を、じゃあ先に言いたいと手を挙げて、はい、はい、わー、これ誰が早かった、ゴールド T が早かったような気がするな。いいですか、どうぞ。一番あのね、全然触れてくれへんかったけど、はい、この T シャツ、ほら、なんですか、マーブリング T シャツじゃないですか、これ。どっかで拾ってきたんですか。ちょい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 、みんなでやったマーブリングじゃないですか。あれでもこれできるんだ。洗濯とかどうしようですか。してるわけないでしょ。してないの。触れたら触れたら近い。続いてはじゃあ、まあ2番手やった、はい、クーリキさん。じゃあ僕ね、しょうか、まあ、ミニ四駆始めたきっかけはね、僕あの、はい、アニメのレッツ&ゴーなんですけども、あ、なるほど。なんとですね、うん、この作者であります、うん、星田哲弘先生に、ほら、ね、このクスサンボクサイ、わー、すごい、直筆レッツ&ゴーをね、書いていただいたのが、もうなんといっても自慢だ、ただの自慢だ、はい、自慢、まあ、マジで足震えてましたからね。じゃあ私、はい、僕はですね、まあこちらでございます。電池、炭酸電池、富士通プレミアムですね。これはね、大阪モーターショーの会場の中で、まあ、ミニ四駆のねタイムアタックをやるということで、まあただミニ四駆の販売も同時にやりますということで、まあ、ミニ四駆の本体手に入ったんだけれども、すぐにみんなに走らせてほしいという我々の、うん、まあ、おもてなしの心から、はい、その前日の夜中にこれ全部乾電池を黒瀬にみんなでしたという、言ってないけどこれは一生懸命涙と思い出が詰まったこれ乾電池袋でした。これで、トムも英語での実況を振られたりとか、そうですね、その英語をやってやってっていうやってみてみ、とっても大変でした。トム、はい、僕ですか、最後に。そうですね、順番に来たぞ。僕はあれですよ、ハイパーダッシュ基地が君にミニ四駆初めて作ったんですよ。あ、その日本の文化、ミニ四駆っていうのはやっと初めて知ったんですけどね、はい、で、そうか、それを何年も渡って、そのミニ四駆作ってる人の良さ、お、一番思い出深いのがトイズキャップで行って、うん、あのゴーレム作ったんですよね。名を失ったんですよ、ゴーレム。なくしてた、なくして、もう探しても探しても来なくて、出てこなくて困ってたんですけど、うん、翌週ぐらいに、うん、トイズキャップからゴーレムに光るゴーレムが届いたんですよ。そうや、カスタムしてカスタムしてて、目が光るゴーレムを作って、あの LED のようを仕込んでくれたバージョンで、うわー、すごい、ええ話、ありがたい話ですよ、これ、はい、スーパーサイズゴッドからトムさんの多分色似てる。どんな感じでぶっこんでくるね、ぶっこみすぎやね。一緒にされたくない。いや、ということで、じゃあ、これからも、皆さんよろしくお願いしますということで、これからもハイパーダッシュ基地頑張っていきます。じゃあ最後にハイパーダッシュの、じゃあ発声で終わりたいと思いますので。なんでそんなことしよろしいでしょうか。終わったらよろしい。みんな思い思いのやつをやってくれたら、ほら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 、思い思いのやつって何。さあ、それではね、お時間いっぱいになりました。それでは、皆さんこれからもよろしくお願いします。せーの、ハイパーダーシ。大事なやつ、大事なやつ、大丈夫、削れてないわ。大丈夫、よかったよかった。